はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。今回はですね、もうネタがねえなっていうところで、ネタがねえよ、本当によ、っていうわけなんですけども、あれですね、セカンドチャンネルのね、一番なんか再生できてない動画ね、これ紹介したいと思います。そうやね、ネタないな、思ったら、セカンドで行ったらええやん、思って。ちょっと考えてたんですけど、セカンドにしましょうか。はい。なんかね、これはですね、上位、もう3つしかないですよね。200回以下でしまってるいたらね、たこ焼きチャンネルってやってたんですよ。大阪たこ焼きチャンネル時代ですよ、ほんまね。何やねん、大阪たこ焼きチャンネルっていうのはあると思うんですけど、その前の名前ですね。前の、セカンドチャンネルの時になんかね、大阪のたこ焼きをね、食べ歩くチャンネルはね、これ今までないんじゃないかとね。ね、そしてこれにしたらいいやん。それやったら伸びそうやなと思って、これ多分ね、大阪でたこ焼き食べるいたら多分おそらく、世界の人が見てるから、ね、これ世界に発信するチャンネルを作ろうと思ってたんですけどね。なかなかね、やっぱメインチャンの登山チャンネル、当時あれかな、無職やったんかな、無職っていうか、あれですね、会社、前の、あれ、バイトの前の、自動車会社辞めての無職の半年、YouTube にしまう、成長し、YouTube に集中しましょうという半年の時にね、やろうかなって言ったところ、その時にはメインチャンネル、登山チャンネル回し、これ、まあ、ここもね、秒回らなかったから途中で辞めたんでしょうね。大阪たこ焼きチャンネルですね。まあ、最初の方ね、アズパンさんの協力してもらってね、これ、アズパンさんと一緒に飲んでやってるやつ乗ってないんで、アズパンさん教室で一緒にたこ焼き食べたりですね、途中でね、またね、あと、大阪たこ焼きチャンネルです。大阪粉もんチャンネルみたいな感じでね、何やねん、粉、ちょっと範囲広げてクレープとか食べたりしてね、なんか、アズパンさんとそう、いろいろ行きましたね、それね。なんか行って食レポのやつですね。やったりしました。はい。その時に、その時にもあれですね、たこ焼き、まあ、多分その僕のセカンドチャンネルの今のこの、山小屋の方の、大きい下の方にいたら、ね、それありますんでね、古い順で見たらその辺がありますんで、また見ていただけたらと思います。はい、ほんでね、何やん、これめっちゃひどいな。なんか一番下のやつがあれか。あ、大阪天満焼き五郎のたこ焼きのやつか。あー、こうビール飲んでね、こう、まあサムネが汚ねえな、また。サムネが汚ねえわ、ほんまね。これがあるんか、なんかね、そうやな、またな、カメラもな、あれ、GoPro やね、GoPro、GoPro、食べ物美味しく撮んの下手くそなんですよね。また向いてないんですよね、こんなもん。こういうのはね、やっぱり、ね、あれが勝負ですよね。カメラが勝負じゃないですか、こういうの美味しいもの撮るっていうのはね。それがまた下手くそやし、ブレてますしね、これも多分、もうろくなもんじゃないでしょうね、これね。なんだこのサムネの色はもう懐かしいな、これ、ほんまに。いやー、サムネが汚ねえなーって思いながらやってるわけなんですけど、もう焼き頃なくなりましたね、確か。すごく美味しかった。ちっちゃい天満のお店やったんですけどね、なくなりましたね、はい。まあまあ、そんな感じですね。またそれもちょっと、あれ概要欄に載っていとこうかな、はい。っていうところで、まあ、そういう過去の歴史を振り返りながらね、また、セカンドチャンネル、もうすぐ今、2796人ね、頑張ってね、3000人目指してやっていきたいと思いますので、また見ていただけたらと思います。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。